始まりました。手話っていいね。今回も手話通訳士の幅さんと一緒に簡単な手話を学んでいきたいと思います。幅さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、2月になりました。2月といえばバレンタインですか？ですよね。はい、ということで、今回の手話っていいね、テーマがバレンタインなんですが、バレンタインの手話あります？あります。はい、教えてください。はい、簡単なので一回見たらすぐわかります。両手でハートの形を作り前に出します。バレンタイン、バレンタイン。はい、幅さんやってみますね。はい、ハートを作ってバレンタインですね。そうですね。はい、なんだか可愛らしい手話ですね。はい、気持ちを伝えるという様子がよくわかりますね。はい、皆さんもやってみてください。それでは続きましては、まあ、バレンタインといえば次に来るのは当然こちらですね。はい、チョコレート。チョコレートの手話はどうしますか？はい、四角いチョコレートをパキンと割る様子です。チョコレート、チョコレート。はい、まずチョコレートを作って折るという手話なんですね。そうですね。面白いですね。はい、皆さんもやってみてください。続きまして、チョコレートといえば、はい、甘いですね。はい、甘いの手話はどうしますか？はい、わかりました。手のひらを口に向けて回します。甘い、甘い。はい、甘いですね。そうです。はい、幅さん、これはお砂糖という意味もあるそうですね。そうです。人の名前の佐藤さんという時にも使います。はい、とっても面白いですね。はい、先ほどのチョコレートという手話と合わせると甘いチョコレートっていう言葉もできますね。そうですね。はい、甘いチョコレートになります。はい、それでは続きましてはこちらですね。あげる、もらう、この手話はいかがでしょうか？はい、手のひらを上に向け斜め上へ出します。あげる、あげる。手のひらを上に向け手前に引き寄せます。もらう、もらう。はい、自分からあげる。はい、そして相手からもらうという手話ですね。そうです。はい、それでは会話をやってみましょう。はい、ねえねえ、幅さん。はい、もうすぐバレンタインですね。そうですね。私はチョコレートが大好きなのでたくさんもらいたいです。じゃあ私が甘いチョコレートをお送りします。ありがとう、嬉しいです。楽しみにしてます。はい、ということで今回はバレンタインについてお伝えしました。はい、いつもの感謝の気持ちをチョコレートで伝えてみてはどうでしょうか？そうですね。皆さんぜひやってみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。